ヨハン・マイヤー・ホン・エックは、ドイツのローマ・カトリックの神学者で、宗教改革を批判したことで知られる。1495年4月16日に、ドイツのエックで生まれた。1510年に、インゴル・シュタット大学の神学教授となった。神学者として名高く、1517年10月31日に95箇条の、 論題を発表したマルティン・ルターに対して1519年1月に、進学者として長海エックはルターに反論する多数の論争集を発表した。1519年6月27日から7月16日にかけて、ザクセンコー、ゲオルクの仲介により、ライプツヒでパリ大学、エリフルト大学の進学者を審判として開催された、ライプツヒ討論会では、 教皇庁から、ルターの名友であるレドルフ・カールシュタットとの論戦のために、エックが論客として差し向けられ、一週間にわたり、カールシュタットと討論した後で続いて、論戦に参加したマルティン・ルターとも一週間にわたり、論戦を繰り広げ、エックによる誘導尋問により、ルターから公会議の権威をも否定する現地を引き出した。 1520年には、ローマを訪問してルターは異端である胸の直所を持ち帰った。エック自身は、ルターの宗教改革に徹底して反対する一方で、カトリック教会の弊害も厳しく批判していた。その後、教皇の権威について表した。ありがとうございます。